斉藤隆の物語何があろうと貫いてゆく。いつの日かいつの日か腕を磨いて師匠を超えてお皿の舞台で歌って踊る。そんな中華の鉄人になる。中華一つ創作重ね歩き続けたこの60年、食材の目利きから腕に寄りかけ極上料理、その微笑む笑顔がすべて。斉藤隆の鉄人の道。支えて弟子を育てる全国行脚。いつの日か若い衆の時が来るように、匠の技で残すよ歴史の味を。中華の伝道師斉藤隆。